ジャクリーヌ・デュープレ、OBE は、イギリスのチェロ奏者。ことに、同郷のエルガーの競争曲の演奏はよく知られている。教育熱心な家庭の次女として生まれた、デュープレは、4歳の時に、ラジオで、チェロの音楽を聴いたことがきっかけで、チェロの演奏を志す。最初、母親のアイリス・デュープレから、チェロの演奏を習い、5歳からは、 ロンドンチェロスクールで姉のヒラリー・デュープレと共に正式に音楽演奏家としての道に踏み出す。才能はすぐに開花し、10歳の時にはすでに国際的なコンクールに入賞、12歳で BBC 主催のコンサートで演奏を行っている。ロンドンチェロスクールの次に入学したギルドホール音楽学校では、ウィリアム・プリースに指示し、死をチェロのパパと呼んで仕った。 当時の使用楽器は、彼女の名付け親で支援者のイスメナ・ホーランドから送られた1673年生、ストラディバリウス。正式なデビューは1961年にロンドンで行われた。同年には、エルガーのチェロ競争曲を録音し、16歳にして、早くもチェロ演奏家として、国際的な名声を得る。この演奏を行う際に、 ストラディバリが制作した60余りのチェロの中でも指売りの名器と言われる千七百十三年生ストラディバリウス・ダビドフを送られる。デュプレはその後生涯を通してダビドフを用いて演奏を行い、その予測不能さに悩みかつ愛した。十六歳の衝撃的なデビュー以降、イギリスの国民的な音楽祭、プロムスにもエルガーのチェロ協奏曲の独奏者として、 常連のように出演。まだ少女の面影を残すデュープレが悲壮的なエルガーのチェロ競争曲を弾いたことなどがきっかけとなり、イギリス国内で大衆的な人気を集めた。チェロ演奏家として不動の地位を確立した後、1966年末に21歳でピアノ演奏家で指揮者でもあるダニエル・バレンボイムと結婚。夫となったバレンボイムとは、 数々の演奏を残した。バレンボイムは、デュプレに、セルジオ・ペレッソン製作の近代的チェロを送っている。1971年に指先などの感覚が鈍くなってきたことに気づく。この症状は徐々に悪化し、1973年発の演奏旅行の時にはすでに満足のいく演奏が行えなくなっていた。同年秋に多発性硬化症と診断され、 チェロ演奏家として事実上引退。その後の数年間はチェロの教師として後進の育成を行っていた。1975年にはエリザベス二世女王から OBE 勲章を授与されている。多発性硬化症の進行により、1987年に42歳で死去した。 1961年から73年までの約12年間の活動期間中に残された録音の多くは集中度の高い情熱的な演奏が特徴で現在も名番とされる演奏スタイルが情熱的すぎるとの批判はデビュー前から多かったが、悲壮的な雰囲気の強いエルガーのチェロ競争曲やショパン最後の楽曲となったチェロソナタなど 情緒的な色彩の強い楽曲の演奏に関しては、卓越した才能を発揮した。前世紀の録音は1960年代のものが、多く、現在のデジタル技術を用いたものと比べると、録音状態の悪さは否めないが、その悲劇的な後反省とも相まって、今でも多くのファンを集めている。代表的な演奏として、ハイドン、ドボルザーク、エルガー、 ディー・リアスラのチェロ競争曲、夫、ダニエル・バレンボイムと共演した、ブラームスのチェロ・ソナタがある。デュプレの死後、ジャクリーヌ・デュプレという愛称が付けられた。ニーナ・コトワが使用している。チャイコフスキーに、チェロ界の帝王と呼ばれたカルル・ダビドフが使用していたことから、その名で呼ばれる。ホーランドが、楽器賞から約10万ドルで購入した。デュプレの死後は、 ヨーヨーマに対応され、主にバロック音楽の演奏に用いられている。ありがとうございます。